ジャコモ・ボナベントゥーラは、イタリアマルケ州産、セベリーノ・マルケ出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。セリエ A、アクフ・フィオレンティーナ所属。イタリア代表。アタランタ BC のユースチームでキャリアをスタートさせ、2008年4月、ユベントス FC 戦でデビューを果たした。2009年1月13日。 US ペルゴクレマ1932にレンタル移籍した。2010年にはカルチョパドバにレンタル移籍した。2010から11シーズンからはアタランタに復帰してレギュラーの座をつかみ主力としてプレーしている。2014年9月1日 AC ミランに5年契約で移籍した。同月14日に行われたセリエ A 第2節パルマ FC 戦で 本田圭介からのパスを受け、左足でデビュー戦でのゴールを決めた。2020年9月1日付で AC ミランより自由契約となった。2020年9月8日、アクフ・フィオレンティーナに2年契約で加入した。イタリア代表として各年代でプレーしている。2013年5月、FIFA コンフェデレーションズカップ2013の予備、招集メンバーとして、 A 代表に初招集。大会前のサンマリノとの親善試合でデビューを果たしたが、本大会のメンバー入りはならなかった。国際 A マッチ14試合0得点。ありがとうございます。